をこよなく愛する外国人ジャーニーズとワンダフルな旅へ、レッツゴー、クレワンダーランドジャーニー、プレゼンテッドバイクレシリー、クレシの提供でお送りします。ジャーニーズがやってきたのは大和ミュージアム。クレシからすごいものができたと連絡があったんです。ハロークレシー、すごいものって何？それはこのクレシ観光振興計画ですよ、デイビッドさん。は？あなたは？私はクレシ観光振興計画策定委員会の座長を務めました山田圭一郎です。この観光振興計画にはクレシのみんなの生活を豊かにするためのプランが書かれています。世界トップレベルの観光ノウハウを各地に広めるカリスマとして国から観光カリスマに認定されている山田圭一郎さん。これまで国内各地で様々な観光・地域振興の事業を成功させてきました。そんな観光のスペシャリストが参加し、今年9月に完成したのが観光振興計画なんです。どうぞデイビッドさんもぜひ読んでみてください。おお、Thank you。 すっごいものなんだろうけど、僕には分かりにくいかな。安心してください、デイビッドさん。一人でも多くの人にこの計画を知ってもらいたいので、分かりやすくまとめたパンフレットも作ってあるんです。 Wow, it's nice。 さすがスペシャリスト。地域活性には欠かせない観光の発展、その道筋を示した観光振興計画は、多くの議論だけでなく市民からの意見公募も行い、およそ1年をかけて完成しました。講演会もたくさんの方が来場するなど注目を集めています。世界中から愛される観光都市クレを目指し、クレが好きな人を増やすためには、クレ市の皆さんがチーム一丸となることが重要になります。そのためにも多くの人に手に取っていただきたいです。クレのみんながチームになるね。 How exciting。 みんなでクレのために、 Let's try, we can do it。 チームクレシでみんなの暮らしを豊かに。そのためにもまずはクレシ観光振興計画を Please check it out。現在、蔵元通り芸術の広場で2021イルミネーションロードクレを開催しています。光が織りなすクレならではのイルミネーションをお楽しみください。